展開を探りながら同時にライバルとの駆け引きが求められます。前の車が跳ね上げる水しぶきで視界が狭められる上に、マシンは絶えずドライバーの意思に逆らおうとします。ネガティブな要因が重なる中で、いかに冷静な判断力を維持していくかが重要です。不必要に攻撃的になることは良い結果を招かないでしょう。なるほど、メンタルの強さが試されるレースになりそうですね。その通りです。スタート1分前、ポールポジションの12号車がドローンに先導されてゆっくりとゲートを出ていく。4号車沢谷、1号車石上、さらに2号車赤羽、13号車前園、3号車大石、8号車テイラー、5号車坂本、7号車大谷、86号車。家ではあんな顔しない。最後尾の23号車が今ゲートを抜け、トラクションに勝る3台の 4WD がスタートダッシュをかけたようです。3号車大石が13号車前園をパス、そして5号車坂本が8号車テイラーを抜き去り、後方では9号車相葉が18号車北原の前に出ています。両高橋が作ったレギュレーションのハンデシステムだが、濡れてしまえばこのトラクションは圧倒的だ。ここは稼がせてもらうぜ。この時のための 4WD だ。先頭はベッケンバウアー、そして4号車沢谷がピタリと張り付く。 1.9 キロ先のゴールを目指して15台のファイターが猛然と水煙を巻き上げていく。武器を捨てて素手で殴り合いをするようなものだ。本当に速いのは誰なのか、はっきりさせてやる。濡れた路面の処理には絶対の自信がある。スタートダッシュこそ 4WD の裏勘に遅れを取ったが、目の前にはランボ、その一つ前にフェラーリ、世界に冠たるイタリアンブランドと渡り合える位置にいる。見せてやるぜ、ホンダの底力。先頭グループが 3P トラップになだれ込みます。3号車がアンダーステアを発生させて大きく膨らんだ。その脇をすり抜けるように13号車が前に出ています。引き出しが多いんだな。俺とこいつもコーナーではちょっとしたものなんだぜ。スーパールーキーの走りっぷりを。滑る滑る、めっちゃ滑る。やばい、楽しい。のぞみ、こういうの大好き。が選ばれた15人のパイロット、臆することなくアクセルを踏んでいく。12号車と4号車が後続を突き放していく。1号車これにつけない。神15の隊列が長く伸びて所々分断され、いくつかのグループが形成されつつあります。池田さん、ここまでの展開を踏まえて何か気づかれたことなどはありますか？そうですね、個人的には中段を行く86号車のパフォーマンスに注目しています。この車だけがデスエリアにあってマシンの挙動を全く乱さないのですよ。さあ、まだ序の口だと言わんばかりのこの余裕が
私には不気味で仕方ありません。戦闘グループが小尻峠分岐点を過ぎて、コースはここから下り勾配を強めていきます。一瞬たりとも気を抜くことは許されません。雨のダウンヒルではワンミスが命取りになってしまいます。あかん、2リッターの NA にここまで煽られるとは。物理的にコーナースピードを上げることはできない。入り口でインを締めてタイトに回れば指をく。おいおい、何をやらかす気だ。大外からだと、なめんな。クリップしねえ。この濡れた路面でどうすればそれだけのスピードが出せる。ありえない。